久々のカリデの新ステージ、新モンスター、燃えるで。戦闘開始や、いいおでい。お、うわー、早いで。気合入れすぎでもう空回ってもうてるやん。終わってるわ、とりあえず回復や。え、ちょい待て、何今の。ああ、回復薬っていうやつや。そこちゃうわ、何を急にガッツポーズしてんねん。いや、回復薬飲んだらしてまえろ。ちゃんと回復しましたアピールせな。きっちりやってんな。まあええけど、好きめっちゃ多いけど。もう油断せん、おらー。うおお、ちょ、目が何してくれてんねん。まだ目チカチカするやんけ。お前がそこに立ってるからやろが。モンスターに向けて投げろや。モンスターに背を向けて投げた方が線香の当たる確率めっちゃ上がんねん。モンスターに向かって投げてもほぼ当たらんわ。きっちりやってんな。今時もうどこに投げても当たるけどな。ここで仕留めさせてもらうで。すや、音爆弾のタイミングうますぎやろ。今時使ってる人ほとんどおらんぞ。音爆弾なんか常に10個持っとけ。どこで使えるかわからんし、当たったらめっちゃチャンスやからな。きっちりやってんな。プロハンか。あ、よっしゃー、さすが、やっぱうまいな、昔からやってるやつは。きっちりやってんな。ご視聴ありがとうございました。今回もね、戦艦の G 編の続編ということで。そうやね、戦艦の G やっぱ懐かしいよね。やればやるほど。そうやね、農場とかさ、毎回なんか回ってたやん。ピッケルして魚取ってみたいな。爆弾とかあったよな。あの爆弾、今考えたらえげつないよな。あの変なトンネルに猫乗っけて爆弾突っ込んでて、ボロボロになったボロボロになった猫が出てきて、うん、攻撃くれるみたいな。あれ動物愛護団体スレスレやで。あれやばいぜ、あれやばいで。まあみんなもね、なんか戦艦の G 思い出とかあったら、ぜひコメント欄で共有しましょう。あ、ぜひ新しい。